初舞台の場所です僕の。それで決まりましたよね人生が。本番あるとやっぱ緊張の連続なんで毎日家にいても寝れないんで、劇場来るとちょっとほっとして落ち着けるんですよね。なんかねちょっと神々しいんですよ見てると。なんかこれ楽しいからとか好きだからやってるんじゃなくて天職なんだろうな。自分の進んでいくべき方向性みたいなのが見えてきたんでしょうねきっと。いつも何かそれを探している、いつも答えを探している。Ou des choses nouvelles qu'il n'avait pas encore explorées. Mais justement, ces moments-là, je trouvais les plus intéressants parce que c'était là-dessus qu'on allait aller au-delà de nous-mêmes et de qui on était avant qu'on arrivait à faire ça.今いろんな怖さを知った上で、うん、こっちに行ったら危ないけど行ってみようかなっていうのもあるし、うん、なんかそこら辺の加減ができるというか自分でコントロールできるというか。